ペコロンは嬉しそうだね。立ち上がった。で、チーズも食べないなんて、シロン怖いか。徐々に出ないでね。行くよ。来て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 。行かないか。ないか。コロン。チラン。大丈夫か？大丈夫だよ。大丈夫だよ、怖くないよ。でお父様にはあのレント超音波かお見せしたんですが、はい、これ今撮った画像です、はい、これ胆のを見てます、はい、肝臓、これが肝臓で肝臓で、肝臓の中に胆のっていう袋があるんですけども、これ真っ黒ですよね、はい、これ正常です、うん、今も正常に戻ってます、うん、朝の段階でどうだったかっていうと、ここが腫れてたんですね、うん、ぐーっとこう腫れてるの分かります？これ今さっきがこれ、うん、膜ないですよね、薄膜しか張ってないんですけど、うん、胆のう浮腫っていうんですけれども、うん、でこれは起きるときはアナフィラキシーが起きてるときのサインなんですね、いわゆる重度のアレルギー、もう血管が拡張してしまって血液がどんどん全然進まなくて、うっ血してしまってこうむくんでるっていう状態で、非常に緊急性の高くて、あの本当に1時間見てたらなくなっちゃってたとかっていうことが全然あり得ることになるんだけど、大丈夫です、まあ、安全の第一に考えるんだったら、はいはい、お預かりの方がメルキシの場合はとりあえずいいとは思いますね、はいはい、そうです、もう一人元気なんで、そうです、はい、はい、じゃあ明日はじゃあお願いしましょうか、はい、明日はもう朝一でも問題ないと思うので、はい、はい、朝の状態と比べるとね、だいぶ安心はできる状態だと思います。今回は子犬のシロンが病院から退院できたので、お祝いにプレゼントをしてあげることにしました。手を入れてガウガウするやつ。でもね、冬はね、洋服着ると暖かいからいいんだって。えっ、なんかカサ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 、おもちゃだよ。じゃあ他のおもちゃも探しに行こう。怖い、怖いな。えこれサンタがもらうの？どこだ？もう今2つに止めといた、置いた。これかこれ。これかこれ。クマちゃん。クマちゃん？リミ。これがいいの？これはこっちはね。取れないの？このクマの首の紐は。これストレス落ちたの。かわいいし。白コロで引っ張るかな、うん、これ糸ほつれないかな。なんか白すごいさ噛むから、これ欲しい、うん、1100円。これ紐100円、1100円。ああ100円でびっくりした、うん、ディズニーさん。これ、これどこ行っちゃったんだ。どっか行っちゃったんだ。これ直前だったよね、うん、さあこういうのさ、かめて、うん、さあなんかいいかもね。あ、なにこれ回転、うん、この穴に歯が挟まっちゃうんだよ。ああ、それで気持ちいいの。そういうブラッシングになる、うん、紙フルーツボーンだって面白い。ああ、そのぐらいの大きさなら噛みやすいかな、うん、シロンピンク、うん、これクロンがいいな。あ、ベーコンの味だって。え、うん、これもベーコンだよ。あ、これもベーコンフレーバー。これコロンとか好きそう。フジバニラだって。いや、もういろんな味があるね。
2500円のじゃなくていいから買ってよ。お年玉まだ残ってるんですね。じゃあ重ねて買えばいいんじゃん。やだ。
め飛ぶのって言うの？ダメよ、それ溜めるって言うの。この1年間お小遣いを使わなかった意味よ。え？変な人がいます。どうした、どうした、無駄な運動しないと。いや、よしよしという何ができるチャンスドリルはありません。いいの？いいよ。え、もう一応いいの？いいよ。いい、え、一応いいよ。うん。お金入れないよ。お金入れなくちゃね。カメとコイがいるかな。投げまくってんだよ、みんな。あ、本当だ、カメっぽい。カメが、カメを冬眠してるのかな。そんな来てないよ。ん、23回目のお父さんですか。やばですね、これ。ワンちゃんだ。煙吸ってくれ、後ろにもダメだ、うん、頭の良くなる煙。いや、そこでお肉ですか。これだー、じゃあもういただき、うん、大吉。大吉。大吉。お、ダブル大吉。ちゃん、見て。前も大吉だった。前も大吉だったんだよ、私。ん？ジミー、いつも大吉。でも、たまに吉な時。たまに千代吉な時。あ、ジミーも千代吉だ。グミ。